デニス・シュルーダーはドイツのプロバスケットボール選手。NBA のボストンセルティックスに所属している。ポジションはポイントガード。2010年にバスケットボールブンデスリーガの地元チームバスケットボール、レーベン・ブラウン・シュバイクでプロデビュー。着実に力をつけていき、ジュニア世代のドイツ代表にも選出され、2013年のナイキフループサミットに 世界選抜チームの一員として出場し、18得点6アシストを記録。この活躍で自信をつけたシュレーダーは、2013年の NBA ドラフトにエントリーし、アトランタホークスから17位で指名された。1年目のシーズンは NBA での対応に苦しみ、49試合の出場に終わった。2年目の2014から15シーズンは、 シュレーダーにとっても飛躍のシーズンとなり、平均10得点を記録。シックスマン的な役割をこなし、ホークス史上初のシーズン60勝に貢献した。2016年10月26日、ホークスと4年7000万ドルで契約を延長した。2017年12月23日に行われたダラスマーベリックス戦でキャリアハイとなる33得点を記録した。 シュレーダーはこの試合の後半だけで27得点を記録し、チームの112から107での勝利に貢献した。2018年1月12日に行われたブルックリンネッツ戦でキャリアハイとなる34得点を記録、試合は110から105でネッツに敗れた。2018年3月20日に行われたユタジャズ戦でキャリアハイとなる41得点を記録。 試合はホークスが99から94で勝利した。2018年3月30日、左足首の負傷により今季残り全試合を欠場すると発表された。2018年7月25日、オクラホマシティサンダーとフィラデルフィアセブンティシクサーズとの3チームカントレードでサンダーに移籍した。2020年11月18日、 ダニー・グリーンとドラフト指名のジェイデン・マクダニエルズとのトレードでロサンゼルス・レイカーズへ移籍した。2020から21シーズンの途中にレイカーズから4年8400万ドルの延長契約を提示されたが、これを断った。オフに FA となった。2021年8月13日にボストン・セルティックスと1年590万ドルで契約した。ウィングスパンが長く、 クイックネスに優れている。オクラホマ式サンダー加入後からは再び、シックスマンの役割を任され、増えてとされていたディフェンスを向上させて、リーグ屈指のシックスマンとして成長した。ゲームメイクに関しては得意ではない。ありがとうございます。